なんとレゴアカウントっていうのが存在してます。でこれを押します。皆さんこんにちは、マーシーです。これを見てください。フォートナイトレゴインサイダーズに登録してエピックゲームズアカウントとリンクすれば無料スキンエクスプローラーエミリーが受け取れるという記事があります。うえーやべー、無料スキン最高って思う方はマーシー君のいいね、チャンネル登録、リンクコピーよろしくお願いいたします。今日はこのゲットの仕方について全て解説したいと思いますので行きましょう。レッツゴー。はい、ということで、これですね、エピックインサイダーズアカウントをリンクしようということなんですけど、なんぞやというね、はい、このやり方もこの後説明しますのでご安心ください。はい、まあざっくり見てこんな感じのスキンですね。ということで、まあこれですね、この、女性のなんていうんだろう、エクスプローラーエミリーっていうのかな、これのスキンがもらえるということですね。はい、ステップ1、2、3ってありますので、これを全部説明したいと思います。こんにちは。はい、まず受け取り方なんですけど、3つだけ、はい、めちゃくちゃ簡単なんで、皆さん聞いてください。こちらからとかね、こういうリンクがあるのは全部概要欄に貼ってあります。まあ一回今回は全部読んでから一個ずつ説明したいと思います。まず1番目、こちらからレゴインサイダーズに登録。はい、これレゴの、URL になってます。この後説明します。レゴインサイダーズの登録は無料です。はい、ご安心ください。もう完全無料でゲットできます。そして登録が完了したら、エピックゲームズアカウントとレゴインサイダーズをリンク。はい、このリンクの方法どうやんねんっていう方、これも説明しますのでご安心ください。そして3番目、フォートナイトを起動するとロッカーに無料スキンエクスプローラーエミリーが付与されますということで、スキンは7日以降受け取れるようです。はい、12月7日にならないと受け取れないので、今やっても来てねえじゃんってなっても12月7日まで待っててください。ということで、まずは1つ目、こちらから行ってみましょう。もうすでに用意してます、これですね。こちら飛ぶと、はい、ここの、レゴのオフィシャルサイトに飛びます。はい、オフィシャルサイトに飛んだらどこに行くかというとですね、レゴインサイダーズに登録、アカウントに、違いますよ、アカウントのレゴインサイダーズに登録、これを押します。あれ動かないの、なぜ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 で、これ押せない方、あ、これかな、これレゴインサイダーズ、これ押せない、俺なんか押せないんですけど、押せない方はここを押しましょう。そうすると画面が切り替わります。でここに全部、名前を書いてください。はい、僕も名前を書きます。はい、でこれはまあ飛ばして、これ全部皆さんそれぞれ名前、メールアドレス、パスワードにで、これ全部打ったらここ押してください。僕も打って今から押します。はい、次の画面に行きます。記入して次の画面に行きますので、はい、それでアカウントを作成しますと、そしたらですね、メールアドレスにこのアクティベーションコードというのが来るので、これを打ちます。はい、さっき登録したメールアドレスから、アクティベーションコードというのが届くので、これを打つ、そして続ける、打ちます。そうするとこれで登録完了となります。めちゃくちゃ簡単でしょ。そしたらですね、次この手順に、登録が完了したらエピックゲームズアカウントとレゴインサイダーズをリンク。はい、これリンクどうすんだということなんですけども、これは押しますと。はい、皆さんこれ URL、 1番の URL はこちら、2番の URL はこちらっていう感じで、貼っておきますので順番にやってみてください。はい、それでエピックの、URL に飛ぶとこういう感じが、こういう画面になってます。でそうするとですね、ここの右上のこの人型マークを押します。でそうするとあのこのアカウントというのがありますので、ここを押してください。人型マークを押してアカウント出てきますので、でそうするとですね、まあこういうアカウント情報がいっぱい出てくるんですけど、このアカウント情報がいっぱい出てくるんですけど、この上から行ってこれですね、アプリとアカウントっていう項目があるので、これを押してください。そうするとこういう感じで、なんとレゴアカウントっていうのが存在してます。でこれを押します、接続する。そうするとここにレゴアカウントを接続するっていうのが出てくるので、アカウントに接続を押してください。でこれまた続ける、あとはもう順番に沿っていくと、さっきのレゴのサイトにつながります。はい、許可アローって書いてある方ですね、許可を押します。そうすると、はい、見てください、レゴアカウントがエピックゲームズアカウントに接続されましたということで、もうこれで完了。これであとはもう待っていれば、なんと、はい、これでもう待っていればこちらのスキンゲットできますということで、めちゃくちゃ簡単だと思うので、ぜひ皆さんもやってみてください。はい、ということで、
これでもうリンク完了したということです。で12月7日にこちらのエクスプローラーエミリーがゲットできてるはずです。12月7日まで楽しみにしてください。これもう忘れないうちに皆さん今のうちにやっちゃいましょう。はい、そして皆さん引き続き、こちらフォートナイトのスキンがレゴバージョンになったものを見ていきたいと思います。これねなかなか全部見れる機会がないと思うからめちゃくちゃいいと思う。これ上から見て、これ初期スキンがなんか全部ちょっとすごいリアルな感じにはなったけど、すごいねこれは。はい、まあもうなんて言うんだろう、ちょっとお相撲さんみたいな感じ、目は全部一緒みたいな感じになったな。すごい、これ見て、トマトのやつとかこんな感じになってる、手とかすごいな。おー、ピンクマト、このスカイト、すごいね。スカイとかすごい可愛くなってる、レゴになると。これ可愛い、これ使いたいな。これとかもめっちゃ可愛いけどね。でこういうクリスマスの、これなんだっけ、名前忘れたけど、この辺でもめっちゃリアルにできてるね。わかるよこれ、何が何だったか、わかりますわかります。でこれピーリーでしょ、こんなになってんの。ピーリー、普通のピーリーはないのかな、すごいな。でメガクマと黒いクマ、おー出た、このウィンナーのスキンのやつ。これは結構このままだね、もうこれは本当にこのままだ。すごいですね。あーでもわかる、わかんないスキンもあるけど結構わかるわ、わかんないスキンもあるけど結構わかる。はい、続き見ていきましょう。こう下の方に行くと、次はこっちですね。はい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 、こんな感じだ。あーこれあれじゃん、レジェ君の固定スキンのやつと、あとこのイソギンチャクのスキンでしょ。これあれじゃん、あのゴルフのスキンのやつこんな顔なんだ、なんかおばさまみたいになってるね。ちょっと聞いてよっていう、スーパーガイドのおばさまみたいになってる、すげえな。あれマンケーキとかもあるんだ、これ全種類なってんのかな、すごいねマジで。この下の方のやつとかさ、ヒーロースキンなのかな、ヒーロースキンのやつとかめっちゃかっこよくなってない、やばいな。はいはいはい、おお、これオーラじゃない、オーラ、オーラもなんかさちょっと年取った感じするよね。あーでもいいわ。はいはいはい、フィッシュスティックこんな感じなんだ。あ、フィッシュスティック見て見て、これは結構このまんまだ、すごいな。皆さんどれが一番可愛いと思いますか。はい、また下まで見ていきましょう。あー雪だるまスキン、可愛い雪だるまスキン。あとはどういうのがあるかな。はいはいはい、こういう感じね。あーこれとかもね、こういう感じになったんだ、かわいいかわいい、結構かわいいよこれね。でこんな感じ、あこれあれじゃん、あのモサスキンじゃん、モサスキンこんなになってんの、モサスキンこんなになっちゃってんだ。あれこれ何、昔のあれじゃない、初期スキンたちじゃない。口が全員一緒っていうね、口が全員一緒なんだ。あーニャッスル、ニャッスルがいるよこれ見てかわいい、これ一番好きかも俺は、レゴの中だと。あとはピーリー、ピーリーすごいな。こういうのは結構かわいくなるんだね、人間もかわいいけど、もっとかわいいのはこの人間じゃないようなスキンとか、もっとかわいいわ。はい、ということで今回は無料スキンエクスプローラーエミリーと、レゴのスキン一覧について紹介しました。こういう動画が好きな方はマーシーくんのいいね、チャンネル登録、リンクコピーよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイ。